速稼塾暗号通貨ニュースです。今日はですね、仮想通貨ランキングのことをお話しするんですけども、ビットコインが最高値で、つけてますけども、1000億ドルですか、1000億ドル市場も復活したというタイトルになります。はい、今週のランキングなんですけども、アルトコインもほとんどが上昇中というね、活気のある市場になってきましたね。で、仮想通貨市場規模がなんとね、ちょっと落ちたんですけども、1000億ドルを超えて市場がまあ戻ってきたというかね、まあ調整を終えてさらに上昇に向かうのではないかなと思います。そしてビットコインがついにですね、最高値を更新して36万から37万円を突破した瞬間もあったわけですよ。まあまだまだ上がりますけどもね、これはね。で、仮想通貨市場ってのは一時期様子見も含めて減退と鎮静時期をまあ抜け出したのではないかなと判断してよろしいかと思います。これね、まだまだ上昇のね、曲がり花ですからね。で、分裂騒動も収まりましたし、取引所が再開してビットコインが上昇していると、さらに購入をね、不安要素がなくなったんで購入を早めているということもあります。またですね、ツインのようなビットコインキャッシュは今どうなっているのかなという疑問もあるんですけども、そういうの抜きにしてもですね、目いっぱいですね、これから暗号通貨市場は円、ドル、ユーロがもうなだれ込むと、あとは我々が知らないようなマイナーな通貨もほとんどがですね、ビットコインに参入してきますんで、皆さんね、5000円でもあったらビットコインを買っといてください。すごく値上がりしますよ。